こんにちは、エイト本店の武田です。今日はトリガールコーナーを紹介したいと思います。ウェア担当の水口さんも一緒にお願いします。よろしくお願いします。そうしましたら早速見てみましょう。すごいここの点とかフリムでいいと思うんですけれども、おすすめな点とかありますか？そうですね、やっぱり色合いも入った若い人からすごい年代が30代の方でも着れるような色の合いがいいなって私も思うんですよ、はい、で結構30代40代の人も見ていてくれるんで、はいはい、すごくいいですね。そうなんですね。あと思ったのが、はい、あの長靴なんですけど、はい、めっちゃハートが入っててこれですか？可愛いなって思ったんですけど、これハートなんですよね。ねえ、なかなかこんなん見たことがない。はい、いいんで、すごい可愛いなって、ね、やっぱりレインと一緒にこう履いていただいたらすごい可愛い。可愛いですよね。はい、一番お手頃価格のやつのトモスですね。はい、トモスとかピンクですね。はい、ピンク高橋さんのすごくピンクが似合うと思います。あ、本当ですか？はい、これ上下なんですけど、はい、ズボンなんですけど、はい、まあ女の人はやっぱりスカートがいいなっていうことで、はいはい、それでほら、こう合わせていただくとすごく可愛い感じなんですけど、はいはい、すごくワンポイントで花柄の、はいはい、ポイントが入ってまして、はいはい、上にもこちらのね、はい、花柄のポイントが入ってます。はい、はい、でね、必要なんですけど、女の人も小柄な方だったらすごい可愛いと思うんですよ、はい、こちらの方でね、こんな感じになりました。めっちゃ可愛いです。あ、ほんまですか。ありがとうございます。そうですね。ここもなんか花柄が入ったりしてるバッカンとか。そうですね。ね、ピンク色のが多いんですけど。やっぱり女の人はピンクかなっていうのでピンクの仕入れしてるんです。なんか売れてるツリーガール商品って何かありますか？やっぱりランガーですね、中に、うん、今寒いんでね、はいはい、女の人のサイズがあって S サイズ、はい、それが結構人気ですね。コアテニスですもんね。そうですね、タイツとかもすごく人気なんですよ、はい、やっぱり寒いじゃないですか、女の人って冷えたらね、はい、ダメなんで、これ結構おすすめなんですよ。放電してじっとしててもあったかいっていう商品なんで、うん、あとはこんな感じの花柄の、これも一応メーカーから出てるガマカさん。あ、そうなんですね、はい、バッカーなんですけど、はい、すごく可愛いんで釣りに行くときにやっぱ濡れると嫌なものとかあるじゃないですか。そうですよね、はい、服とかね、はい、そういうのを入れていただくとすごく可愛いし、持っていくとで、まあ、濡れないし、はいはい、必需品ですね。これからも釣りガールの商品をどんどん仕入れて商品を充実させていきたいと思ってますので、皆様のご来店お待ちしております。お待ちしております。